鳥栖市の田代保育園で30日、園児が木材加工を体験するちびっ子大工三塾がありました。大工三塾は7月1日の建築士の日にちなみ、県建築士会・鳥栖支部が開きました。会員20人が年長組の33人を指導しました。金槌体験で園児たちは、丸い板に色とりどりのビーズを釘で打ち込みました。 交代で打っていき、丸い板の上にきれいな模様を作っていきました。また、ノコギリ体験では手伝いを受けながら、ノコギリで9センチ幅の角材を切り落としました。きれいに切り落とすと、周りから拍手が起こりました。園児は、慣れない金槌やノコギリを真剣な表情で扱っていました。出来上がった作品は、7月28日から 8月5日まで鳥栖市役所ホールに展示します。